今日は開墾してきたところの食わず芋の茎葉やそれから木、切り倒した木を炭の方にこんな風に寄せまして、それから、まあ、午前中にその作業をしたんですが、午後はですね、穴を掘ってモンキーバナナを片側に、ここにモンキーバナナ、山際の方にですねモンキーバナナを植えていきました。そうして反対側にはアンボンバナナを植えていきました。アンボンですね。で、ここから見ますと、右側にはモンキーバナナ、左側にはアンボンバナナを奥の方まで植えていきました。日当たりがまだちょっと悪いんですが、いずれ枝葉を払ってもちょっと日当たりは良くすることができます。まあ、大きい木はですね、このまま残して、まあ、地を固めるといいますか、地震などに役に立つと思いますので、このままにしておいて、まあ、ところどころにヘゴも残しておくつもりです。まあ、ヘゴとバナナの葉が茂ればですね、大変美しく、また空気の浄化にも役立つと思います。この上の方は住宅を建てているところの下の低地、もう一つの低地になるんですが、まあここからではちょっと見えません。今歩いてきた方はこんな感じになっていますが、このヘゴの葉っぱと競うようにですね、いずれバナナの葉が生い茂るかと思います。まあ、ここは中央部はですね、まあ、多少バナナも植えるかと思いますが、みんながリラクセーションあるいはヒーリングの場として利用できるようにですね、多少スペースを作ったままにしておこうかと思っています。まあ、今日はここの開墾地だけでしたが、この下にですね、もう一つちょっと小さいですが、やや平らなところがありますので、そちらも同様にバナナ、そしてアボカドなども植えていくつもりです。まあこんな結構太い木をですね、前川さんとまあ中程度のノコギリで手作業で切り倒していますので、なかなか骨の折れる仕事ですが、まああまりチェーンソーを使って木をめった切りにするとかそういうことはせずに、大きな木は残して、まあほどほどにですね、すでにある植生と私たちが栽培したいバナナやアボカド、その他のトロピカルフルーツが共存するようにしていきたいなと思っています。糸満市の方から購入しましたキャベンディッシュというバナナがたくさんありまして、前日32、3度の猛暑で果熟気味になったんですね。それでセルフバナナホームの中村さんと前川恵里さんにあれこれの加工品を作っていただきましたので、これからそのムービーを撮影いたします。一点一点について作った方に簡単に説明してもらいますので、画像を見ながら説明をお聞きください。これは天然酵母と全乳粉、くるみ、若干の砂糖、塩、バナナを使って焼いた、パンケーキです。バナナパンケーキです。続いて隣は
同じ材料をオーブンで焼いて、レーズンをトッピングしたバナナパンです。隣は果実気味のバナナをサランラップで巻いた、オーソドックスなバナナアイスです。その隣は、リンゴ酢とバナナを1対1、砂糖を 0.8 の割合で作ったバナナ酢です。その隣は天然酵母を使ってパン焼き器で使った全粒粉のパンです。でこちらはバナナのジャムを試してみました。サンはパッションフルーツを使用してみました。でその隣は生地はバナナのソフトクッキーで、中はバナナジャムを利用して、今日は夏みかんの汁も入れて作ってみました。これはその隣のタルトの生地と同じバナナのソフトクッキーです。でこちらはミキサーを利用して、バナナとパイナップルとヨーグルトを混ぜたバナナシャーベットです。2日間で、昨日と一昨日でですね、たくさんのキャベンディッシュバナナを長時間かけてこのように加工していただきましたので、私たち4人は毎食変わった味のバナナを賞味することができていて、とてもありがたいことですね。ご説明どうもありがとうございます。これは本日届けられたキャベンディッシュ苗です。ここに100本余りあったのですが、パンカン畑の方に移動してほとんどパンカン畑に用意していた花の分は取れたんですね。パンカン畑に行く前にこの道路の脇、進行方向に向かって左側にも十何本か植えたと思いますね。キャベンディッシュ苗はここからですね、ここから植え始めたんですね。で、こちらシークワーサーで、下の方がパンカン畑なんですが、この上り道にずっと植えていきました。ここに日陰に寝かせてあるキャベンディッシュ苗は明日植えるつもりですね。このように遊歩道を登っていきますと、キャベンディッシュバナナが植えてあって、その上の方にはカンナとか花が咲いていますね。とか、あとコーヒーですね。シークワーサーもだいぶ実が大きくなってきました。9月ぐらいまで待てば立派な大きさになるでしょう。ここにシークワーサー映っていますね。こんな程度でも市場には出てるんですが、もう二回りほど大きくなるまで待った方がいいですね。それで、ここからですね、パンカン畑を望んでみますと、最初はちょっとしか開墾できなかったところが、ずーっとこのように下の方までだいぶ開墾して、ここにですね、今日4人で苗を運んだり、掘っておいた穴をさらに深く掘って定食したりと、3時半ぐらいから6時ぐらいまで猛暑の中ですね、みんなだいぶ疲れたんじゃないかと思いますが、よく頑張ってくれて、ここに掘った穴のところ
はほとんど植えたんですね。これらは前に植えた三尺バナナ、それからそちらの方は那覇バナナ園から来た苗なんですが、ここまでですね。それでここからですね、キャベンディッシュ苗です。ここから下がずっとキャベンディッシュバナナです。ここにキャベンディッシュと書いてありますが、これですね。で、ずっと隣もあちらも、まあここもそうですね、ずっと下まで植わったんですね。あ、今日だけでここまで植えられるとは誰も思ってなかったんですが、もう最後は持ってきた分は全部植えようということで、クタクタになりながら、喉もカラカラになりながら、みんなで力を合わせて植えたところです。もう今日は日が沈もうとしていますが、これからみんなで水気たっぷりの夕食をして、またマハイナの岩風呂に行ってですね、汗を流してまた洗濯もしてこようと思っていますね。4月12日午後です。那覇バナナ園からこのように鉢付きの苗が200何十本届きました。これからみんなで手分けして徐々に植えていくつもりなんですが、20何種類のバナナです。まあ、30種類近いでしょうかね。東南アジアのものと、あと南米の方の品種もちょっとあります。まあこれらをですね、増やして、ここから子株を増やして、セルフバナナホームの用地内にどん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 増やしていこうと思ってます。まあこれだけの苗ですから、まあ、大分になりますね。向こうの方から今歩いてきたんですが、すぐはですね、はい、あまり根がまだ活発に動かないから、はい、なるべくあの葉を、はい、あの蒸発しないように、はいはい、で大体 3葉残して、はい、でそれ3分の2ぐらい切る、あは、はい、3分の2ぐらい、はいはい、これらもこのぐらい切っておきます、はい、あ、これぐらいで、はいはい、これにして植えておかないと、あーはー、もう水分蒸発しちゃって、はい、まだ吸えないから、はい、植えてすぐは、はい、いくら水くれてもね、はい、はい、あの、はい、鉢にある根と、また全然変わります、はい、じゃあこっちも、これも、はいはい、これもね、これまず、はい、立派残して、3残して、3分の2ぐらい、ぐらいを切り落として、はい、切る、はい。はい、おい、花ちゃん、切られるぞ、花切られるぞ。マーサンシュだけとりあえず6本植えたんですか、はい、はい、マーサンシュ風に強いって聞いたので、そうですね、マーサンシュ強いからね、はい、花ちゃん、花ちゃん危ないよ、はい、危ないね、はい、ほんで水はたっぷりくれてほしいんですよね、あ、はいはいはい、はい、じゃあ、あと下地さんのホースからもらっていきましょう、水はたっぷり、はい、だいたいバケツで2杯から3杯ぐらいくれてる、3杯ぐらい、はい、はい、もう長男今日2杯か3杯2杯か3杯、はい、帰る前にやります。あとは次の実をあれまでも自由は大事ですから、はい、そうですか、はい、はい、あ、そうですか、はい、はい、どうもどうもありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、明日浮いた方がいいですね、はい、じゃあ明日にします。今日は水くれちゃダメですよ、はい、はい、で、植えないやつは水くれてください、はい、何日に昨日くれたから、はい、明日、はい、2日に1回ずつ、2日に、で、はい、植えるときはまた、はい、
3日目でもこう持ってこう抜けやすいポンと抜けられるようだったら、はいはい、もう1日置いて、はいはい、根が切れちゃいますはいはいはい、わかります。はい、それでまあ今上に家建ててまして、はいはい、でここもねもうちょっと家建てるので、はい、で周りに植えていって、あとこっから降りていって元コーヒー園だったとこ平らなところあるんですよ。ああそうですか。ちょっとこ僕らこれから草刈りして道をね、はい、通りやすくしていって、あっちこっちにあの平らなところ、あの単管割ってたりコーヒー割ってたりってあちこちに点在してるんです。そういうところはもうちょっと暴風になってますので、はいはいはい、そっちの方が無難かなと思うんですが。ああそうですね。はい。そうですね、穴掘って、はい。これでこうなるべくこう大きい木を残して、はい、はい。それで小さい木買って、はい。はい、あの植えた方がいいですよね。はい。あの僕がほら八重山バナナってな、はい。竹やぶの中でも生えるんだから。それでも実がなってるんだからね、はいはいはい、ですから木があったらバナナ負けちゃおうと思うと大間違いで、はい、バナナってのはもう本当に強い、はい、あの植物ですから、はいはい、もう木こう影本当にね、はい、木があってその中に竹が生えてて、はい、こんな竹の根がね、はい、私は取るのに、はい、もう竹の根を何十本と切ってそれで子供を取っもう一本もらってきたんですけど、はい、そんな中でもちゃんと実が、はい、まあ、大きい実はならないけどね、はい、1,2,3,4,5 ぐらい、はい、6房ぐらい、こうああそうですか、はいはい、八重山ですね、八重山、はい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 、ですから結構真ん中強いですから、はい、うん、でなるべく大きく開けないで、はい、またね台風を考えて、はい、そうですね、台風が来てもバッと、はい、風に弱いんですよ、葉が大きいから、はい、だから、はい、また台風の時には来て、前来るときは来て、本当に来るようになったら来て、あの葉の落とし方を教えますから。あ、そうですね、はいはい、はい、なるべく台風の前にご招待します、はいはい、招待されなくも来ますか、はい、教えに来ます。いつから完成ですか。家ですか、はい、全体的な総合的な完成。あ、ね、上のホールと4棟がですね、5月の末に一応契約ではできることになってるので、まあ、6月の初めでしょうね。それからあとここにもっと増やしていくのは来年の秋までに、あの家も完成させて、でこっから先こっち2万坪以上がうちのなんですよ。あの入り口の家だけが家主の、あの地主の下地さんという方、うん、はい、うん、でこっち2万3000坪ぐらいありますので、うん、これからバナナの他に一番高いところだね。あ、まあ、あれ朝日テレビの鉄塔ですから、うん、はい、うん、であそこまで下地さんっていう方の土地で、そのいやいや右からうちのなんです。で道路そっちからですねずーっと登っていけるようになってるんです。あ、まあ、はい、ぐるーっと、はい、ですから、まあ、土地はだいぶありますので、はい、社長さんからいただいたバナナ増やしていきます。そうですね、はい、はい、はい、どんどん植えてください。ヘゴもところどころ残した方がいいですね。うん、ヘゴは残してね、ヘゴはあと家の周りにちょっと、あんたが好きだから残せって言うんだろうなんだよ。そうそう、バナナを作って食べて、イメージがすごく印象が、うんうん、いやまあヘゴも残しますよ、ヘゴもね、美しいですからね、はい、はい、やっぱ木陰も必要ですから。そうですよね、はい、天然記念物かな、ヘゴは。うん、これは出せないんです。はい、はい、これは県外にね出せないんですよね、うん、あ、そうですか。ほんと大きいヘゴがあるね。うん、だいぶだいぶあります。あの下もそうだもんな、あれなんか10メートルぐらいあるんじゃないですか。はいはい、はい、ね、下から、はい、だいぶありますよ。すごいね、はい、あ、あれだよ、社長さん、社長さんのハウスね、ここに持ってきてくれたらいいんだけどね。うんうん、であっちはもう案内所でインフォメーションでこっちに連れてきて、社長さんここで頑張ってくれたらいいんだけど。いやいや、お宅がさ平らなとこあれば、うん、500坪だ500坪、うん、じゃあハウス作ってくださいって言きますよ。そうですか。作りますよ。そうですか。それが商売だから私、あ、社長さん自分で人使って組み立ててるわけ。そうそう、全部組み立ったんだから。本当計算して。じゃああれは那覇バナナ園は社長さんが大体全部作ったの。私が設計して、私が重機運転してクレーンで、飛び職使って、おい、そことこれ繋いでって。全部。そうですか。はい、
3ヶ月で。3ヶ月で。はい、杭も全部打って、杭もユンボでぐん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 って、3メーター全部で柱にした。そうですか。はい、じゃあ、読谷の方も最初、社長さんが全部そう。全部やったの全部私。あ、それは知らなかったですね。読谷もその前の石垣も。石垣も。はい、そうですか。それはそれは。あれってバナナにいつも。それでお会いできなかったんですよね。あの一番最初に僕と金井で訪ねて行った時、あの社長さんとこちらさんねおられてごちそう たくさんしてもらって、うん、どうもそうですか、どうもごちそうさまでした。うん、私はもう沖縄に来てからずっとうちの会社の事務をしてもらって、それから腐れ縁でずっと来て。あのお茶でもよかったら一緒にいかがですか。喉乾きませんでしたか。いや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 、まあ、あの今日植えない方いっていうのでこの道路は私たちのセルフバナナホームへ通じる道路で地主さんとの共有道路になっていて、こう来てそしてここから先は地主さんの山の斜面がですね滑落してこのように通行できなくなっています。ここから先は前川さんと私とで木を切りながら歩いていって人が通れるようにはしたのですが、車はもちろん通ることはできません。今日の午後からあるいは明日にかけてですね、まあ地主さんの方で手配する土砂撤去作業員の方がユンボでのけてくれるというのですが、まあ明日中に開通するものかどうかまだ見込みは立っていません。このような山でおそらく地主さんが買ってからここの道路を作って以来ですね崩れたことはないらしいんですが、おそらくこのような道路を作ってシャチの恥を切り詰めたので地形的なストレスがおそらくは溜まっていて、台風4号での大雨そして5号を飛ばして6号7号の大雨強風でまあこのように崩落しやすい土砂で形成されているシャチですから、水を含んだ重さで、まあ、引力の法則でですね重力の法則で、まあ、崩れ落ちたものと思われます。おそらく崩れたところを見ますと今後も同様な大雨強風があればですね地滑りを起こす可能性は高いですね。まあ土砂の撤去は自前でやってくれと役場県庁などでは言ってるのですが、その後の危険勾配地に関しては支援できるかもしれないということで、まあ、なるべく地主さんの方の急勾配の危険地域に擁壁でも打ってくれればいいんですが、まあ財政難の元部長ですからどこまでやってくれるのか不透明ですね。まあ自然いっぱいとはいうもののですね、このように共有道路を歩ってきて私たちの、まあ、セルフバナナホームの住居の方に近づいていく途中ででもですねここで地滑りを起こしています。まあこれはまだ小規模の地滑りの方なんですね。で住宅があるところから上に登っていって果樹園を構築しているシャチにつながる道路、まあ主要道路なんですがそこの比較的手前のところで、まあ、ここですね大きな木が、まあ、チェーンソーでも切れないような大木がそのまま滑り落ちてきて道路を完全に塞いでしまっているんですね。
まあ、こちらは住宅でバナナとか植えてあるんですが、ここですね、こういうところ崩れて、それから、まあ、ここはもう完全に道路塞いでしまっていますね。こちらから映しますと、まあこんな感じになっています。まあここは私の住居と中村さんの住居で、こちらから見るとその上に傾斜をハウスに改造したところがあったんですが、上の方に見えているのが傾斜を改造したハウスですが、そこのところの端にバナナが見えてるんですが、バナナの、まあ、こちら側1メートルちょっとのところから、まあ、完全に滑り落ちて、そしてこのような大木、まあこれはなんか二股に分かれてますが、下の方の根元を見ますと直径 1.5 メートルぐらいはありそうな大木がそのまま滑り落ちてきているんですね。で、ここから先登っていく方も何箇所か滑落してるんですが、まあそちらの方は大した被害ではありません。まあここコーヒー畑にしていましたので、苗畑にしていましたので、今みんなに撤去してもらって他の場所に移して、これから今日明日ぐらいにですね、この滑落してきた木をまあ切ってもらって、あとこの土砂も除去してもらわないと、この主要道路を通っていずれは収穫するバナナの収穫とかができませんので、道路は原状復帰まで持っていかないと、私たちの果樹園での収穫の収穫が困難になるんですね。まあ他にも滑落した場所はありますが、いずれまた写真にでも撮ってご紹介しようと思いますが、ここが私たちの敷地内では最大の被害地で、先ほど映してきた道路が遮断されているところがまあ一番の被害で、そしてそこから外に私たちが出られない状況にあるということなんです。ここは読谷村にある紫村の中の飯塚社長がやっていた熱帯果樹園、まあバナナ園ですね。でここはまあ飯塚社長が撤退されたので、こんなふうに草ぼうぼうで、まあバナナは那覇バナナ園にあるような、まあいろいろなバナナがまあ生育してて、このように収穫が近いバナナもなってはいるんですが、おそらくもうここは管理者がいませんので、この暑さでハウスの温度管理とかおそらくしてないでしょうから、このまま行くとまあ肺炎みたいになっちゃうでしょうね。まあこれから帰りに管理事務所によって私たちがどのように関われるか話し合いをしようと思ってるんですが、まあ那覇バナナ園よりやや規模が小さいのか、まあほぼ一緒かなというような気もしますが、最初こちらを作ってそれで入園料とかなんとかと、ここの管理費ですねがまあ合わなくて、まあ飯塚社長は那覇バナナ園ものハウスも壊れたので、まあ撤退せざるを得なくなったというようなことなんですがね。まあこれだけのものを作って、そしてまあそのまま施設だけ、まあ解体するのにお金がかかるので、これをまあ抵当に残したような感じで
解体費用とか持たないでそのまま撤退するというような感じで、ここを置き去りにせざるを得なかったんだろうと思うんですが、大変残念なことですね。まあ、飯塚社長ほど日本で、また世界でもですね、多種類のバナナを集めて栽培できた方は、まあ、そういないはずなんですね。まあ、世界でも第一人者、日本ではもちろん第一人者、世界でも第一人者に近い方だったのではないかと思うんですが、今日一緒に来たかったんですが、電話したらぎっくり腰かなんか腰痛めてて病院にいたんですね。携帯が病院につながりまして、それで一緒に来るのは諦めて、まあ今度病院にいない時にお邪魔しますって言ったんですがね、まあ、パパイヤなんかもなってて、まあ、ちょっと草がだいぶ茂ってきて放置されているのがわかりますね。大変立派なハウスなんですが、まあ残念なことですね。これは第一コーヒー補助で、この前名護市の仙人比嘉さんからもらってきたちょっと大きめの島バナナの苗を一本植えて、こちらにはやはり結構背の高いベジタブルバナナを2本、これが1本、それからこれが2本目ですね、を植えたんですね。それから坂道ですね、坂道のところに三尺バナナ、前にバイオの Y 製三尺バナナを3本、こことこことここに植えたんですが、その続きにですね、これはバイオじゃなく普通の苗ですが、三尺バナナを1本、そしてここに2本目を植えてあります。まあ、苗の種類はちょっと違いますが、一応三尺系をここに5本並べました。で、ここから取れる小株をこの坂道ですね、上の方にいずれ秋以降に伸ばしていく。これは第一コーヒー補助で、この前名護市の仙人比嘉さんからもらってきたちょっと大きめの島バナナの苗を1本植えて、こちらにはやはり結構背の高いベジタブルバナナを2本、これが1本、それからこれが2本目ですね、を植えたんですね。それから坂道ですね、坂道のところに三尺バナナ、前にバイオの Y 製三尺バナナを3本、こことこことここに植えたんですが、その続きにですね、これはバイオじゃなく普通の苗ですが、三尺バナナを1本、そしてここに2本目を植えてあります。まあ、苗の種類はちょっと違いますが、一応三尺系をここに5本並べました。で、ここから取れる小株をこの坂道ですね、上の方にいずれ秋以降に伸ばしていく、はい、もういただいてないのは全部何でも、あとエマスなんてもないでしょ。そしたらこれエマスも新しいから、まだベトナムのだから新しいんです、はい、だからこれ初めてのこれエマスなんてないと思う。どっちかをここへ置いていって、これ、はい、今ほらこれ実験中の、実験中です、うん、これで最低になれば最高ですね。そう、このままで今年になると思いますよ。なりますかね。はい、もうなると思う。そうですか。三尺まで12月ぐらいでなると思うんです。そうですか、ね、あ、家もたくさん食って、荒川さん一生懸命世話してるんです。すごいやっぱりね、これはいくらぐらいで売られるんですか。これ売らないです。
これは実験して実験ね、これからこれはもう実験、これとそれ、うん、これはで成功したら、こっちの左側も成功したら、販売、そう、うん、これは美味しくないって。そうですかね、うんうん、美味しくないって言われてるから、だからあんまり売り物にならないから。でも あれですね、喫茶店とかああいうところで実がなって置いて、うんね、価値がありますね。ちょっと暑くてしょうがないんで、はいはい、僕らじゃあ見てて、これこれって書いて、はい、イスラエル、はい、イスラエルは心臓に近い、はいはい、今日は那覇バナナ園に来て、前にいただいていなかった苗をですね、今3人にチェックしてもらって、予約してあと送ってもらうつもりなんですね。三尺バイオ苗、まあ僕らもバイオ苗買ったんですが、これはもう大きくなってきてますね。私たちも買ったばかしでまだ小さいんですが、ミニバナナ、イスラエルバナナ、リンキッドバナナ、あ、ずっとぐるっと全部見ていって、はい、あれしてください。そうそうです、カタカナでそう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 、まあ、あちこちにですね、パパイヤもですね、植えてあります。これなんかだいぶ実ついてますね。ああ、カニステルですね。パパイヤもいろんな種類が植えてありますね。これはサポジラですね。私たちも苗を買って植えてますが、こんなには大きくないですね。島バナナはまあ何本も植えました。二尺っていうのもあるんですね、これね、売約済みとなってますね。まあ、前川さんたちこっちの列に見ていったらね、こっちの列にも2尺、3尺じゃなく2尺とありますから、こっち見て、ここも見て、それからあっちですね。ラカタンっていうのは前いただいて分けてもらって植えましたが、これは割と背が高くなりそうですね。ラスタリーね。アセローラは私たちも苗を4本買って植えてありますね。ここのはもっと枝取りがよろしいですね、私たちが買ったのより。まあ、私たちも4年、あと2、3年すればこれぐらいになるかもしれません。
ミーシャ君も書いてくれたっていう。はい、書きました。はいはい、ドリアンの苗がありますね。ブンブンバナナ。ドラゴンフルーツは、鉢から支柱を立てて、支柱の上に金網立てて、それからさらに上の方の支柱で左右に広げていますね。ドラゴンフルーツっていうのはどこまでも伸びていきますので、仕立て方によっては非常に見ているだけでも面白い、まあ、果樹ですね。赤バナナ。これは茎から葉っぱから赤いですね。これはまだなかなか黒花粉が出てこないとか、さっき飯塚社長が言っておられましたね。ボリビアバナナ、私たちも岡田さんから譲ってもらったのを植えてますね。三尺ね。三尺バナナはね、はい、まあ書いてありますか、そこに。はい、ないです。書きました。ちょっと、日本って書いた、はい、そしたらね、三尺ね、もうちょっと、三尺はもうちょっと増やしたいのでね、ここにあるの三尺ですね、三尺、1、2、3、4、5、5って書いておいてください、三尺だけ、はい、他のは2ずつでいいです、はい、はい、どうも。それコピー取ってもらって、うちでもコピーも原本かコピー持って行って、あと立花さんにコピーを渡して送ってもらいますから、はい、ここにも三尺たくさんある、はい、まあ、5本もらっても大丈夫ですよ。この知念高速さんっていう人持ってるんだな、あれこれ。ブラジルのバナナ。糸満市の知念高速さん。アボカドも売ってありますね。アボカド。ハラミツ、ジャックフルーツですね。これですね。これは紫バナナで、こういう美しい花が咲いていますね。本当に美しいですね。エマスバナナ。
これは私たちも植えてあると思いますね。スクエア、これも植えましたが、これもだいぶ背が高くなるんですね。まあ老子ではこんな風に葉っぱが綺麗になることはありません。風が吹いてささくれ立ってますが、ここはハウスで、まあ風から保護されるとこんな風に緑の葉っぱが美しく大きくなって、まあ観葉としてもまあ価値がありますね。老子栽培ではこういう風に緑が生き生きと、そしてささくれ立たないで、まあ展開してきた時のままの大きさということはありえませんね。まあこっちは売り物じゃないですから書かないで、こっちだけですね。はい、大体書いてくれました。はい、はい、はい。じゃあいいでしょう。はい。もういただけないのは全部何でも。あとエマスなんてもないでしょ。そしたら、エマスも新しいから。まだベトナムのだから新しいんです。はい。だからこれ初めてのこれエマスなんてないと思う。どっちかをここへ置いていって。これ。はい、今ほらこれ実験中の実験中、うん、これで咲いて実になれば最高ですね。そう、このままで今年になると思います。なりますかね。はい、もうなると思う。そうですか。三尺まで12月ぐらいでなると思うんです。そうですか。家、ね、もたくさん食って、荒川さん一生懸命世話してるんです。すごいやっぱりね。これはいくらぐらいで売られるんですか。これ売らないです。これは実験して、実験ね、これから、はい、これはもう実験、これとそれと、うん、これはで成功したら、こっちの左側も成功したら販売。そう、うん、これは美味しくないって。そうですかね。うん、美味しくないって言われてるから、あんまり売り物にならないから。でもあれですね、喫茶店とかああいうところで実がなって置いて、うん、ね、価値がありますね。ちょっと暑くてしょうがないんで、はいはい、僕らじゃあ見てて、これこれって書いて、はい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 、今日は那覇バナナ園に来て、前にいただいていなかった苗をですね、今3人にチェックしてもらって、予約してあと送ってもらうつもりなんですね。三尺バイオ苗、まあ僕らもバイオ苗買ったんですが、これはもう大きくなってきてますね。私たちのは買ったばかりでまだ小さいんです。ミニバナナ、イスラエルバナナ、リンキッドバナナ。あ、ずっとぐるっと全部見ていって、はい、あれしてください。あちこちにですね、パパイヤもですね植えてあります。これなんかだいぶ実ついてますね。カニステルですね。パパイヤもいろんな種類が植えてありますね。これはサポジラですね。私たちも苗を買って植えてますが、こんなには大きくないですね。島バナナはまあ何本も植えました。二尺っていうのもあるんですね。これね、バ
解約済みとなってますね。まあ、前川さんたちこっちの列に見ていったらね、こっちの列にも2尺3尺じゃなく2尺とありますから、こっち見てここも見てそれからあっちですね。ラカタンっていうのは前いただいて分けてもらって植えましたが、これは割と背が高くなりそうですね。ラスタリー、アセローラは私たちも苗を4本買って植えてありますね。ここのはもっと枝ぶりがよろしいですね。私たちが買ったのより、まあ、私たちのも4年にあと 2,3 年すればこれぐらいになるかもしれません。2尺も書いてくれたっていうの、はい、ドリアンの苗がありますね。ボンボンバナナ。ドラゴンフルーツは、鉢から支柱を立てて、支柱の上に金網立てて、それからさらに上の方の支柱で左右に広げていますね。まあ、ドラゴンフルーツっていうのはどこまでも伸びていきますので、仕立て方によっては非常に見ているだけでも面白い、まあ、果樹ですね。赤バナナ。これは茎から葉っぱから赤いですね。これはまだなかなか骨格分が出てこないとか、さっき飯塚社長が言っておられましたね。ボリビアバナナ、私たちも岡田さんから譲ってもらったのを植えてますね。三尺ね。三尺バナナはね、はい、まあ書いてありますかそこに。はい、日本って書いた、はい、そしたらね、三尺ね、もうちょっと三尺はもうちょっと増やしたいのでね、ここに
あの三尺ですね。うん、三尺一二三四五。五って書いておいてください。三尺だけ。他のは二ずつでいい。はい。はい、どうぞ。それコピー取ってもらって、うちでもコピーも原本かコピー持って行って、あと立花さんにコピーを渡して送ってもらいますから。はい、ここにも三尺たくさんある、はい、まあ、5本もらっても大丈夫ですよ。この知念法則さんっていう人持ってるんだな、あれこれ。ブラジルの感じ。ヘッドマン氏の知念法則さん。アボカドも売ってありますね。アボカド、パラミツ、ジャックフルーツですね。これですね。これは紫バナナで、こういう美しい花が咲いていますね。本当に美しいですね。エマスバナナ、これは私たちも植えてあると思いますね。スクエア、これも植えましたが、これもだいぶ背が高くなるんですね。まあ、老子ではこんな風に葉っぱがきれいになることはありません。風が吹いてささくれ立ってますが、ここはハウスで、まあ、風から保護されるとこんな風に緑の葉っぱが美しく大きくなって、まあ、観葉としても、まあ、価値がありますね。老子栽培ではこういう風に緑が生き生きと、そしてささくれ立たないで、まあ、展開してきた時のままの大きさということはありえませんね。まあ、こっちは売り物じゃないですから書かないで、こっちだけですね。はい、大体書いてくれました。はい、はい、じゃあいいでしょう。買いに行って、ちゃっちゃっちゃっと取ったやつをバカチョンで取ったんですよ。バカチョンで、バカチョンで、ああ、はい、こんなに大きく引き伸ばしたら、よほどこれ高いでしょ、写真。高いですね。ねえ、何万円、一点何万円ぐらいします？こんなに大きく。これ全部で80万。うわぁ、すごいですね。じゃあ一点ね、1、2、3、4、5。ベニヤを自分で貼ったんですよ。ああ、そうですか。この写真を貼ってもらうので、下地、ベニヤにこれ直接貼ると、ベニヤの筋が出てくるので、下塗りして、それで貼ってもらったんです。ああ、もっと高いんじゃないのって言ったんだけど、やっぱり引き伸ばすのはなんか、これはこれだけの大きさだったらね、すごいですね。割と高いらしいですね。あ、1メートル割るとこれより安いんだけど、あ、それだけもう2メーター以上になると、もう3メーターありますね。3メーターですか、これ、ああ、すごいね。ちょっとちょっと取ったやつをバカチョンで取ったんですよ。バカチョンで、バカチョンで、あ、はい、こんなに大きく引き伸ばしたら、よほどこれ高いでしょ、写真。高いですね。ねえ、何万円、一点何万円ぐらいします？こんなに大きく、これ全部で80万。うわぁ、すごいですね。じゃあ一点ね、1、2、3、4、5。ベニヤを自分で貼ったんですよ。ああ、そうですか。この写真を貼ってもらったんで、下地、ベニヤにこれ直接貼ると、ベニヤの筋が出てくるので、その下塗りして、それで貼ってもらったんです。ああ。もっと高いんじゃないのって言ったんだけど、やっぱり引き伸ばすのはなんか、これはこれだけの大きさだったら、もう
ねえ、すごいですね。と高いらしいですね。1メートルぐらいは安いんだけど、あだけもう2メーター以上になると、もう3メーターありますね。3メーターですね。はい、ああ、すごいね。糸満市の方から購入しましたキャベンディッシュというバナナがたくさんありまして、連日32、3度の猛暑で果熟気味になったんですね。それでセルフバナナホームの中村さんと前川恵里さんにあれこれの加工品を作っていただきましたので、これからそのムービーを撮影いたします。一点一点について作った方に簡単に説明してもらいますので、画像を見ながら説明をお聞きください。これは天然酵母と全乳粉、くるみ、若干の砂糖塩、バナナを使って焼いた、パンケーキです。バナナパンケーキです。続いて隣は、同じ材料をオーブンで焼いて、レーズンをトッピングしたバナナパンです。隣は果熟気味のバナナをサランラップで巻いた、オーソドックスなバナナアイスです。その隣は、リンゴ酢とバナナを1:1、砂糖を 0.8 の割合で作ったバナナ酢です。その隣は天然酵母を使ってパン焼き器で使った全粒粉のパンです。でこちらはバナナのジャムを試してみました。タンはパッションフルーツを使用してみました。でその隣は生地はバナナのソフトクッキーで、中はバナナジャムを利用して、今日は夏みかんの汁も入れて作ってみました。これはその隣のタルトの生地と同じバナナのソフトクッキーです。でこちらはミキサーを利用してバナナとパイナップルとヨーグルトを混ぜたバナナシャーベットです。2日間で、昨日と一昨日でですね、たくさんのキャベンディッシュバナナを長時間かけてこのように加工していただきましたので、私たち4人は毎食変わった味のバナナを賞味することができていて、とてもありがたいことですね。これは本日届けられたキャベンディッシュ苗です。ここに100本余りあったのですが、山間畑の方に移動してほとんど山間畑に用意していた花の分は植えたんですね。山間畑に行く前にこの道路の脇、進行方向に向かって左側にも十何本か植えたと思いますね。キャベンディッシュ苗はここからですね、ここから植え始めたんですね。でまあ、こちらシークワーサーで、下の方が山間畑なんですが、この上り道にずっと植えていきました。ここに日陰に寝かせてあるキャベンディッシュ苗は明日植えるつもりですね。このように遊歩道を登っていきますと、キャベンディッシュ、バナナが植えてあって、まあ、その上の方にはカンナとか花が咲いていますね。とか、あとコーヒーですね。シークワーサーもだいぶ実が
大きくなってきました。まあ9月ぐらいまで待てば立派な大きさになるでしょう。ここにシークワーサー映っていますね。こんな程度でも市場には出てるんですが、もう二回りほど大きくなるまで待った方がいいですね。それでここからですね、山間畑を望んでみますと、まあ最初はちょっとしか開墾できなかったところが、ずーっとこのように下の方までだいぶ開墾して、ここにですね、今日4人で苗を運んだり、穴、掘っておいた穴をさらに深く掘って定植したりと、まあ3時半ぐらいから6時ぐらいまで猛暑の中ですね、みんなだいぶ疲れたんじゃないかと思いますが、よく頑張ってくれて、ここに掘った穴のところはほとんど植えたんですね。これらは前に植えた三尺バナナ、それからそちらの方は那覇バナナ園から来た苗なんですが、ここまでですね。それでここからですね、キャベンディッシュ苗です。ここから下がずっとキャベンディッシュバナナです。ここにキャベンディッシュと書いてありますが、これですね。でずっと隣もあちらも、まあここもそうですね、ずっと下まで植わったんですね。あ、今日だけでここまで植えられるとは誰も思ってなかったんですが、もう最後は持ってきた分は全部植えようということで、クタクタになりながら、喉もカラカラになりながら、みんなで力を合わせて植えたところです。もう今日は日が沈もうとしていますが、これからみんなで水気たっぷりの夕食をして、またマハイナの岩風呂に行ってですね、汗を流してまた洗濯もしてこようと思っていますね。台風4号ですかね、が那覇の方からやんばるの方を通過して、これから奄美大島、そして九州の方に接近していくということなんですが、政府バナナホームのポールから南西の方を今撮影してみているんですね。ちょっと映っていないかもしれませんが、まあ直径15センチから17、8センチの木が2本ほど折れているんですよね。まあこれぐらいの台風は沖縄としては珍しくなく中型ぐらいなのかもしれませんが、もしバナナなどが大きくなってきていたとすると、まあ茎なんかは折れてしまうでしょうし、収穫期に差し掛かっているバナナの実がついているものは、もうこれは支えとか、あるいは紐で吊るとかしていてもかなりの被害に遭うのではないかと思われますね。まあ外に出て撮影できればいいのですが、そうもいきませんので、サッシの窓越しにですね、今撮影してみています。まあ音も凄まじいですし、雨はまあ知れてるんですが、風ですね、木の揺れ方とかを見ていますと、まあほとんどの作物、よほど堅牢なハウスでもない限り、ほとんどの露地栽培の作物には大きな被害が出るのではないかと思いますね。これはセルフバナナホームの
南東方向を撮影してみています。私と中村さんの家の間のこの空き地で向こうに見えている道路はハウスとか単管畑の方に登っていく道なんですね。まあ、風が吹きますと雨がしぶきのように建物にぶつかってくるのが分かりますな。こちらは南の方、それからこちらが北の方、いや東の方からこちらがまあ南東方向ですね。まあ山もう霞んで見えないぐらい雨が降って、この雨がですね風でもうしぶきみたいになって、まあ降ってくるというのか、まあ吹き荒れているという感じです。これは凄まじいですね。明日の方に三尺バナナとかコーヒーの葉っぱが揺れているのが映っていると思いますが、まあ、こんな小さなうちですからなんとか持ちこたえていますが、これがもっと背が高くなっていって粘りがまだ十分でなく、茎もまだ細い間はですね、おそらくまあちぎられてしまったり根こそぎ吹っ飛ばされてしまうでしょうね。このバナナの生殖地に行く手前のところで里芋、前川さんたちが持ってきたやつ植えておいたんですが出てきましたね。鉢のバナナ苗が来た頃早めに植えた爪バナナですね。爪バナナ全部活着したように思います。ここは、まあ、半日陰みたいになってて日当たりは従前ではないのですが、こちらに防風林ができてますので、まあ、那覇バナナ園の飯塚社長によれば爪バナナが一番おいしいということなので、私たちが木にを伐採したり草刈りする前はかなり落ち葉が腐葉土化して土が肥えているように見えたので、まあおいしいという爪バナナを優先的にここに植えたんですね。日当たりはある程度もうちょっと改善できるかと思いますが、まあ、このようにちょっと日当たり悪いところに植わっているものもありますので、もうちょっと周り防風の邪魔にならないような木々で葉っぱが茂っているものを切ればですね、日当たりはもう少し良くなるかと思います。がいずれにせよどうやら全て活着したようですね。まあ今はこんな大きさですが、そうですね、小株が出る頃までにはおそらく背丈も3倍ぐらいになるのではないかと思われますね。この上の方は島バナナをまとめて植えてあるところです。前川さんが何かやってるのは生ゴミをほかし場に捨てているところで、生ゴミリサイクル用のほかし場がそばにあります。ここに大きな穴がありますので、食べたバナナの皮とかその他のフルーツや野菜のクズをここに今のところ捨てています。何回か捨てたら土を薄くかぶせてまたその上に
生ゴミ捨てて土をかぶせてという具合にして、ここで生ゴミリサイクルをしているわけですね。この上の方が島バナナで、そうですね、島バナナも全て買っちゃう。これは昨日植えた奄美大島から来た Y 製三尺バナナのバイオ苗ですね。ここに3本植えてあって、この道路は広いですから、進行方向に向かって右側にですね、まあ、葉っぱがついてませんが、今ここに針葉が展開するところがちょっとだけ見えるでしょうか。やはり奄美大島の別なところから来た島バナナ、奄美島バナナを10本昨日購入しましたので、今日はこの上り坂の右側に10本植える作業を今したところです。まあ、これはちょっと葉っぱついてますけれどもね、まあ奄美大島では4月は低温だったらしく、いい芽が出るのは、いい小株が取れるのはこれからだということなので、もうちょっとしてからさらに仕入れたいなと思っていますが、まあこれなんかもほとんど葉っぱがついていませんね。ここから先のはちょっとついてます。上はまたシャチで段々になっているところなんですが、左手の方がコーヒーとバナナ、最初に手入れしたコーヒーと定食したバナナですね。これはまあまあ葉っぱがついていますが、ここで7本目になるでしょうかね。で、この8本目ですね。これで9本目、これが9本目で、ここで10本目ですね。10本目。みんな木を切ったり、草を刈ったりして、作業をしていますが、ここをずーっと登っていって、進行方向に向かって左手には三尺バナナ、右手には島バナナを増やしていく。このバナナは東村の島通りの渡嘉敷さんの畑から、もらってきた小株なんですが、ここに最初から穴が開いてまして、もしかするとゾウムシが侵入しているのではないかと疑われていたんですね。でも樹液が出てなかったので、そのまま観察しようということになって、今日来てみたら、この黒い穴から下の方にですね、透明な樹液が出てるんですね。これはゾウムシか他の虫がもう中を食べている可能性が非常に高いので、これから前川さんに茎を剥いでもらったりしながら、虫がいるかどうかちょっと調べてみようと思います。もし虫が入っているようなら、この茎は諦めても焼却処分しないと、その虫あるいは虫が産みつけたあるいは産みつける卵がですね、広がっていくとバナナ全体に被害が及びますので、こういう場合にはもう疑わしいものは増やさないっていうことですね。疑わしきは罰せずじゃなく、バナナ苗の場合には疑わしきは罰した方がいいわけなんですね。じゃあこれから作業を始めますが、まあちょっとしばらくムービー回しておきますので、この辺からですね、これ釜と手で少しずつ少しずつ蒸しいるかどうか調べていきましょう。まあ中の方はだいぶぐしゃぐしゃになっていますね。これは食い荒らされてる、あ、もうこの虫がいましたが、これはゾウムシではありませんね。まず穴が出てきますので、そうですね、これが外から見た穴の内側なんですね。
まあ、ゾウムシでなければまた生かしておいてどうなるか、さらに観察を続けたいとは思うんですけれども、でそれ一遍切って、ここにもいますが、これは何の幼虫でしょうね。まあ、ゾウムシの幼虫がどういうものか僕まだ分かりませんので、そこ切ってですね、そこから切って、それはもう遠くにぶん投げましょう。これはまだ分かんないのでどうなるか。これはエリちゃん、そこからね、遠くの方にぶん投げたらいいだ。まだまだいるかもしれませんので、もうちょっと茎を剥いでいってみましょう。なるべく遠くにぶん投げてきて、バーンとぶん投げたらいいわ。遠投、はいはい、ありがとう。でもうちょっと調べてみましょう。まあ、茎のこの穴の中にがどうなってるかが問題なんですね。まあ、この辺はおそらく大丈夫かなと思うんですがね、もうちょっと外側黒くなっているところなどは剥いでいってみましょう。それ剥いでしまって構わないね。それ全体そっち側までね、こっち側まで剥いで、切ってしまっても構いません。はい、ここにも今、これはゾウムシの幼虫みたいな気がしますね。まあ、こういうのもボーンと捨ててこなきゃないな。本当は焼くのがいいんですが、まあ非暴力の精神でまずはエリちゃん手で取ったらいいよ。でぶん投げてきてください。茎はこの辺に打てて焼却処分した方がいいね、茎は。それはもうね、まだあれだから、これは仲間さん焼却処分だな。その辺に置いててね、持って行って、今火焚いてるところに持って行ったらいいな。前川さんちょっとこっち見てくれる？これ黒いのここにあるからね、これまだ剥がしていった方がいいね。だいたい裏側とか全体取ってしまわないとこれは無難ではないですね。まあ、虫っていうのは食べやすい部分、あるいは潜んでいやすい部分を見つけて、まあ、行ったり来たり、茎全体をですね、行ったり来たりしながら自分の生息場所にしていますので、なるべく後半に調べてみないとわからないんですね、これはね。まあ、幼虫がいるということは親が卵を産みつけたわけですが、その親がいるかどうかもまず問題なんですね。親がいればさらに卵を産みつける可能性ありますし、卵を産みつけた後親が他のバナナに移っていくということも十分あるわけですから、まあ、おそらく島通りの渡嘉敷さんの畑ではこれを切り取ってきた、掘り上げてきた小株ですね。これここにいる、これゾウムシかな。そうですか。2匹も。だったらちょっとこれはもう焼却しないとダメだ。逃げないように前川さん掴んどいたらいいわ。この虫をまず掴んだらいいわ。これはゾウムシですかね。これはしょうがないから焼却するよりはかないね。いましたね、やっぱりね。これね、まあ、虫かごあればよかったね。これは飛んでくるからダメだ。これは残念ながら焼却するよりよかないよね。ね、こういうところを食い荒らしてたわけです。こんな風にですね。これは茎と一緒に焼却した方がいいね。前川さん、これ、もう、じゃあ作業を続けます。この茎はもう切んないとダメだね。茎じゃない皮ね。まあ、家計っていうように。茎がこう年輪みたいになって合わさっていくわけなんですね。これは渡嘉敷さんのおそらくバナナ畑はもしかすると全滅する可能性あるね、放置してたから。これはあとその穴んとこを、まあ、ちょっと削って穴の奥どうなってるかも見てみなきゃいけないですね。おそらくそれはそれで大丈夫でしょうね。口黒いからね、これはまだ剥がしてみないと怪しいな。黒いところあるところはね、黒くなってるところはもう
食害されたあれですけど、まあ、その辺は綺麗だね。そこで切っちゃいましょう。あとこれは大丈夫ですから、あとこの下だね、この続きだね、ここの続き、もうちょっと黒くなっているところは、まあある程度のところまで取っていって確認しましょう。僕らの大発揮もこうなってるんですね、中村さん、はい、うん、これはまゆりちゃん焼却だね、全部ね、ここはいてない、うんうん、いないみたい、そこにな殺菌とこだよね、うん、2匹。それで問題はこの穴、うん、穴開けて、釜で開けていかなきゃないなこっからちょっと穴開けていってみたらば、うん、釜で、うんうん、そこ、うん、その辺ちょっと切っていってね、そこに卵を見つけられてなければいいんですがね、この辺はハサミでもいいんだね、うん、中にいなければもうちょっと様子見れるように思うんですね、この苗は。中に卵でもいったら、そりゃこれはもう完全に抜いて焼却するせざるを得ないな。一本ぐらいあの茎葉もう犠牲にしても構いません。こっちの方に行ってるようにもね、うん、右側にね、うん、これ上から切ってそれからでもいいんじゃないかな、うんうん、まあ、そこのところはまだクリアされてないと思うけど、までは行ってないな。でこの下だね、問題は。こっからもう上から下に来てもらって構わないよ。はい。幼虫がいました。いました。はいはい。ああっと今落っこちましたが、幼虫が、あ、どっかにいるはず。あ、これ。うん、いたいた。はいはいね。うん、穴の奥なんだよ、やっぱり穴の奥に、うん、もうちょっと見てみましょう。これ食い荒らされてますね。やっぱり穴があったらその奥まで調べないとダメだっていうことですね。ここはだいぶだいぶいる、うん、穴がいっぱい、うん、まあこのバナナはダメですね、うん、ということで、はい、前川さんありがとう、はい、これは掘り上げて全体を焼却します。これはもうダメだと思います。そしたら前川さん手で引っこ抜いてね、もう焼却処分だ、これは諦めましょう、うん、これエリちゃん持ってきて、はい、前川さんこれこうやってこっから、あ、ここにもいるからね、うん、全体土もんも土まんま持っていったらいいよ。これはまあかわいそうですが、まあしょうがないんですね、こういうのは犠牲を、ガンと一緒ですから、ガンがかわいそうだかわいそうだって言ったら体が死んじゃうんですね。これは非暴力どうのこうのっていうよりも脳の原理に基づいて処理しなきゃないんです。でバナナ園全体を殺したらそれこそ暴力なんですね。この辺中村さん考え方が判断つかないでしょ。これは脳あるヨガ生活で脳とヨガとどっちも知ってないとなかなか始末の仕方が難しい。例えば飼い1匹でも殺すのは嫌だどうのこうのって言って毎日食べてて暴力はしてるわけですから、その辺観念的にならないっていうことなんですね。煙あるところがいいね、前川さん。でこれもうちょっと火つけて燃やした方がいいな。そこにぶん投げといて段ボールとか集めてこれもうちょっと燃やしましょう。あれだったら喧嘩するやつ持ってきて段ボール新たに燃やしたらいいな。さっきの成長どんな燃やし方した？ここの火のとこに埋めたよ、うん、山田君が置いてるときに、うん、潰さなかったけど川に包んで、うん、飛んでいくかもしれない、うん、まあそれはそうだね、前川さん。それでもう一遍何かに火つけたらいいわ、はい、これはもうダメですね。で燃えるものはあちこちあったら、はい、あっちのこっちのゴミだとか何かあったら持ってきても火つけたらいいの、ね。
まあ、畑で病気出たらなるべく早めに抜いて遠くへ捨てるとか焼却処分しないと、まあ、虫害っていうのは収まらないんですね。まあ、例えば一人の体が癌細胞、体において癌細胞が発生したと、その細胞を殺すのは非暴力ではないかと言ってそのまましておけば癌が広がって、そして体全体が死んでしまう。もちろん癌細胞もその時点で死んでしまいます。つまり友倒れですね。まあ、そうならないためにはこういうふうに虫害を受けた苗ですね、この場合はバナナの苗ですね、とかあるいは病気、まあ、ウイルスなどに感染した苗などが出たらそれだけ始末しませんと、あとバナナ園、例えば2万坪以上のバナナ園になって全体に病気が蔓延する、あるいは虫が大発生するとなったらこれは自滅ですので、その辺はですね、非暴力の精神とそれから農業の栽培原理をどのように活用するかを正確に判断しないといけないわけなんですね。まあ、虫を殺すのは暴力ではないかというのは一般的な理論でして、そういう人たちも例えば腸にたくさんの菌とか虫を抱えて生きてるわけなんですね。まあ、動物を食べないから私は殺生してないとは言えないんです。レタスを食べてもそれはレタスを殺生してるんですけれども、レタスが自分になって自分と共にどういう生命活動をするかが問題なわけなんですね。だからその辺はよほど修行して、聖剣型の知恵の教えを理解活用する力がないとほとんどの人が間違った判断をしてしまうんですね。まあ、今日はアゾウムシにやられた苗の処分ということでこういう、まあ、ムービー撮ってるんですが、今後も我々はゾウムシにバナナ園全体をやられるわけにいきませんので、疑わしきは罰する方向でバナナ園全体を健全に保つように努力していかないといけないということ。結婚したシャチにミニバナナを植えてみました。2本目。3本目。これで4本目で、この下にまた4本植えてあります。1、2、3、中村さんの隣に4本目ですね。まあ、この程度のシャチでしたらバナナは十分植えられます。あと下の方の単管を切ったところにこれからさらに植えていって、こちらの奥もっともっと開墾していくつもりです。これは昨日植えたミニバナナですが、余っているスペースに今日は台湾バナナを8本植えました。シャチにはミニバナナを植えたので、その下のやや平らなところ、単管の木か部があちこち残っていますが、このように木か部はあといずれ始末したり、まあ、芽が吹き出て収穫につながりそうなものは残すんですが、まあ、バナナ優先で今日は台湾バナナをですね8本ほど植えました。で、今こちらに向かって前川さんが開墾してまして、で私の方もこちらですね、どこまで奥行けるのか見ようと思って、木を切りながらここから先ずっと奥の方にですね行ってみたんですが、まだ緩やかなシャチのどん詰まりまでは行ってないんですね。まあ、このように山間でも割と枯れないで葉っぱが茂っているものもありますので、これらはある程度残してですね、
まあ自給用の柑橘として残すつもりです。であまり枝ぶりの良くないものとか枯れ枝が多いものは切り倒していってバナナ優先で植えるつもりです。まあ、切り倒した木がですね、そちらの方にちょっとうず高くなってて、バナナを植えられる比較的平らなところですので、これらを腐るまで一時的に保管するために、まあ今ここをですね、上ずいもとか、それからススキとか刈り取ってもらって道を作ってるところです。で道のそちら側に暗いところの方にでもですね切り倒した木枝などを放り込もうかと思っているところですね。まあ、ここ登っていきますとあとは昨日撮影しましたムービーの住居の方につながっていくわけですね。単管を切ってバナナを植えているところに大工さんの一人から三尺バナナの苗をいただきましたので、まあ、小さな苗なんですね。十何本植えてみました。まあ、こんな風にですね、まあ、葉っぱが展開してないような小さな苗もあるんですが3、4日後に雨が降ると思いますので、まあ、いずれ湿って大体活躍するんじゃないかと思います。三尺バナナはその名の通り背丈が低いですから台風対策としては、まあ、こういう背丈の低いもの果樹なんかですと、まあ、低木とかあるいは低木仕立てに相当するようなものとして扱うことができますので自給用にですね、まあ、島バナナより味は落ちるというのが一般の評価ですけれども、まあ、食べ慣れればですね常食するに別に差し支えありませんので、まあ、ここからまた小株が出てくるでしょうから自給用、主に自給用にですね三尺バナナも増やしていこうと思って、まあ、大工さんのお一人がですね家に三尺バナナを持っていく聞いたものでしたら近所社長に頼んで取り巻きしてもらって今朝いただきました。まあ、葉っぱがあまりついていませんのでこれは自由していたものを掘り上げてきてもらったところですのでもう葉っぱは切らないでこのまま。これは今日奄美大島からついた三尺バナナの培養苗なんですね。ここに一株と二株そして三株植えてみました。もう二株購入したのですがあとは鉢植えで無肥料と液肥栽培の実験をしてどれぐらい大きくなるか試してみるつもりです。まあ培養苗は大量に作れると思うんですが本当の方で作っていた培養苗はどうも失敗だったようで立ち消えになったみたいですね。これは奄美大島の方で作られたものなのかどうかよくわかりませんが栽培成長記録を見ますときちんと実をつけているんですね。でここから出てくる小株は普通の苗と同じようになりますのでここをずっと今植え木を切ったり草刈りしてもらっていますがこのコーヒー園の上の上り坂にここから
出た子株を増やしていって、どのような成長過程を経るものか、実験と観察を兼ねて見守っていこうと思っていますね。ここは今ずっと向こうに住宅を建てている土地があって、その下の平地のさらに奥地で昔イノシシを飼ってたとか言うんですね。で、この奥は地主さんたちは全然手つけずだったらしいんですが、僕たちはバナナを植えようと思いまして、ここを4人でちょっと開墾みたいなことしてます。まあ邪魔になる木はノコギリで切って、それから鎌で草を刈って、そして穴を掘ってですね、このようにバナナをですね植え始めたんです。ここにはスメバナナ、スメバナナという品種をですね植えていこうと思って、毎日4人でやっています。午前も午後もこの奥地を開墾しまして、スメバナナを全部植え終わりました。30本ぐらいですかね。この辺りからスメバナナでしょうかね、こう来まして、進行方向に向かって左側と、それから、まあ、ここにもありますね、右側、これがスネバナナですね。那覇バナナ園の社長は、まあ自分で食べるんなら小さいんだけれども、これが一番おいしいって言っていまして、私たちが基本的には自給用のバナナを栽培したいというので、このスネバナナを、まあ、30本ほど多めにですね苗作ってくれたんですね。ここはスペースがもったいないので、左右両側だけじゃなく真ん中にもですね、このように植えています。まあほどほどの間隔で、やや小ぶりのバナナだと思いますので、真ん中にも植えて、まあ、多少千鳥になるようにして、こんな風に、まあ、大きくなればですね、ここ一帯は、まあ、すっかりバナナ園という感じになるでしょうね。まあ、空は抜けてますので、このように、まあ、日当たりは、まあ、そんなに良くはないんですが、まあまあですね、バナナは、多少の日光でも光合成力が強いと言われていますので、このような、まあ、やぶちみたいなところでもですね、栽培可能だと、那覇バナナ園の飯塚社長さんは言っておられました。でずっと奥の方まで、で3つだけ穴足りなかったので、その下の方にですね、この奥手の方にちょっと小立ちの間に穴を掘って3本ほど植えたんですね。今来た方を移しますと、こうでずっと上の方に今住宅が建設されているわけです。まあ、ここはバナナが大きくなればですね、バナナとバナナの間、もうちょっと平らに整地すればですね、青いシートとか持ってきて腰をかけたり、シャワーサナもできるかもしれませんが、リラクセーション用の土地にも向いているかと思います。このように木立に囲まれていますので、まあ暴風対策は一応できているような地形になっているかと思いますね。まあ、半年後ぐらいにはですね、おそらく小株も出てきて、そうしてあと、そうですね、背丈もまあ3倍ぐらいにはなるでしょうね。台風4号ですかね、が那覇の方からやんばるの方を通過して、これから奄美大島、そして九州の方に接近していくということなんですが、
セルフバナナホームのホールから南西の方を今撮影してみているんですね。ちょっと映っていないかもしれませんが、まあ直径15センチから17、8センチの木が2本ほど折れているんですよね。まあこれぐらいの台風は沖縄としては珍しくなく中型ぐらいなのかもしれませんが、もしバナナなどが大きくなってきていたとすると、まあ茎なんかは折れてしまうでしょうし、収穫期に差し掛かっているバナナの実がついているものは、もうこれは支えとかあるいは紐で吊るとかしていてもかなりの被害に遭うのではないかと思われますね。まあ、外に出て撮影できればいいのですが、そうもいきませんので、サッシの窓越しにですね今撮影してみています。まあ、音も凄まじいですし、雨はまあ知れてるんですが、風ですね、木の揺れ方とかを見ていますと、まあほとんどの作物、よほど堅牢なハウスでもない限り、ほとんどの露地栽培の作物には大きな被害が出るのではないかと思いますね。これはセルフバナナホームの南東方向を撮影してみています。私と中村さんの家の間のこの空き地で、向こうに見えている道路はハウスとか単管畑の方に登っていく道なんですね。まあ、風が吹きますと雨がしぶきのように建物にぶつかってくるのが分かりますが、こちらは南の方、それからこちらが北の方、いや東の方からこちらが、まあ南東方向ですね。まあ山もう霞んで見えないぐらい雨が降って、この雨がですね風でもうしぶきみたいになって、まあ降ってくるというのか、まあ吹き荒れているという感じです。これは凄まじいですね。まあ、下の方に三尺バナナとかコーヒーの葉っぱが揺れているのが映っていると思いますが、まあ、こんな小さなうちですからなんとか持ちこたえていますが、これがもっと背が高くなっていって、粘りがまだ十分でなく、茎もまだ細い間はですね、おそらくまあちぎられてしまったり根こそぎ吹っ飛ばされてしまうでしょうね。まだこれ本当黄色い方はまあ熟成で、軸のところまだね、まだ完熟じゃないんですよね。緑ですよね。